ダブルクルンチノットやっていきたいと思います。まず結びたいこのねと穴にね、まず、奥から手前に、ね、糸を入れます。こんな感じ入れます。そしたらもうこれを抜いてもう一度奥から手前に糸を入れます。はい、そしたらこんな風に輪っかができると思います。そしたらここの付け根の部分をね指で押さえてもらって、でこの8線通した8線をこっちのね糸にこう巻きつけていくんですけど、この状態でねこうやって巻くとすごいやりづらいので、こっちの巻きたい方の糸をこう小指とか指にこう挟んでもらって巻くと巻きやすいです。でじゃあこの8線を巻いていきます。で1、2、3、4、5回、4回か5回巻いてもらえば大丈夫です。でそしたら 4、5 回ここに糸に巻いたら、今度ここ、さっき輪っかを作ったところにもう一つ輪っかができてると思います。でここの輪っかを2つできてる輪っかを中にねこの8線を通してあげます。こうやって、はい、こんな感じ。そしたらこれでここをね締め込んでいくんですけど、この時ねここにねちょっとつばとかつけてもらって、締め出せてほしいですね。でそしたら今度こっちの糸とここの糸をね、まあ半分半分ぐらいの力で引っ張ってもらうと締め込めるんですけど、でその時にねここの端っこ、ここね歯で噛んでやってもらうとすごいやりやすいんで、ちょっとやってみます。こんな感じで歯で噛んでこっちの糸を引っ張りながら、この歯の方も歯で噛んでる方も引っ張りながら、両方で引っ張りながらこう締めていきます。でこの締める時にこうゆっくりねゆっくりやるのがコツです。でゆっくりやってこうやって締め込みます。はい、こんな感じで次は、このねもうこの糸はいらないんで、だいたいね 1、2mm ぐらい残してカットしてあげます。はい、これで完成なんですけど、もしねこの完成した時にここの分かるかな、この糸のこの今こう締め込んできたところ、この糸がこう縮れてたりね、なんか変な形になってたりしたら、やり直し、もう一度結び直してください。はい、これでダブルクリンチノットの完成です。